チのピンチの連続そんな時ウルトラマンが欲しい自分のパワーを信じて飛び込めばきっと掴めるさ雪の光うぬぼれるなよ B9 にエネルギー反応メインスピンに映像が出ます眼球なんておぞましいんだん消えた帰りお前んち寄ってもいいかまた長食いする気ずうずうしいなひろみのお母さんが作るパフェうまいんだもんたくうちの店潰れたらあんたのせいだからねすぐねはよ今止まってたよねこれんなわけないじゃん行こうぜこれは確かに戦国時代に書かれたものなんだなはい2日前に発見されたものですすいませんはいいちごのパフェ追加ではいあとチョコレートパフェもはいわかりましたねえ何個食べるのいいじゃん眼球の周辺調査で一日中歩き回ったんだ体が求めるんだ甘いものけど休暇中だってに何で会うのかな最悪だよいいな制服カップル私にもあんな時代があったな今でも十分ガキっぽいよこの頃あんたちょっと変じゃないそうなんかバカわかる病気のせいかな俊作くんこんにちはいらっしゃい今日はいちごのパフェがおすすめなのすぐ持ってくるわねすいませんちょっと
喜十郎。和と喜十郎。我が子孫よ。え？お前の力が必要だ。私の呪術が完成するため。呪術？マトウ喜十郎。戦国時代の呪術者だ。そのマトウが書き残した古文書が発見された。これだ。この古文書によるとマトウは500年以上も前にコップの襲来を予言している。それも何年何日後の何時に至るまで正確に。マトウは呪術の力を使い並み居る戦国武将を暗殺し地位を得ようとしました。しかしその謀略を見抜かれ自害しました。しかしマトウは自害する前に最後の呪術を施した。破滅将来体の力をも利用して世界を乗っ取ろうと。これはそれがマトウだ。眼球ポイント 256B1 に眼球出現。生命反応はない。やはり呪いの産物なのか。君、早く避難して。見てろって言われたんだ。見てろ誰に。マト、喜十郎。消えた。ガム、至急リザードのセヌマと合流してくれ。了解。セヌマさん、お待たせしました。ご苦労様です。あの子です。君は。そうか、コップが出現した時から超能力が使えるようになったのか。そうだよな、突然超能力が使えるはずないもんな。呪いのせいか。その力をマトウは貸せと言ったんだね。俺が力を貸せば願いは何でも叶うってさ。願い。家の人いないの。父さんは来週まで出張。母さんはずいぶん前に死んだ。じゃあ。いいんですか、返してしまって。彼は被害者なんです。生まれるずっと以前から先祖によって呪いをかけられていた。しかし瀬沼さん、僕に任せてくれませんか。え？お前の力は私が授けたもの。お前にはワンワン呪いを完成させる使命があるのだ。使命？使命ってなんだよ。破壊、制圧により我らが国を作る。国を作る？お前の持つ力によって全ては現実になる。お前はこのマトウ喜十郎の血を引く者。血の宿命には何者も逆らえぬ。部屋。ああ、何？日曜じゃん。ちょっと付き合ってよ。お？話って何？サッカーやろうか。つまんないよ。え？
おお、すげえ。天才プレイヤーだろ。ああ、指弾かなければな。どんなにこの力を使わないようにしても、いざというとどうしても使ってしまう。ずるいと知りながらね。ねえ、やっぱ俺マトウに従うべきかな。え？あいつが俺の先祖だとすると、やっぱ俺がその意志を継ぐのが本筋でしょ。あいつがいなければ俺が生まれてこなかったんだし。そしたら高山さんの敵になるね。その前に勝負しよう。勝負？そうか、ガムが。やはりあの少年の身柄は確保した方が。しかし、ことが呪いでは周囲をどう説得させる。魔党の古文書には自身の力と子孫の力を合わせると想像を絶する威力になると書かれているんです。次に出現する眼球は以前とは比べ物にならないくらい強くなって。待ってるよコマンダー。今はガムに任せてみたい。次で20本目だよ。やめる？まだまだ。何意地になってんだよ。ねえ、いつまで続ける気？いいから来い。バカじゃねえの？僕は君を信じる。え？君は呪いによって身についた能力を悪用しなかった。むしろいいことに使ってきた。そうだろ？少しはね。これからもさ、いくら魔党の血を引くものであっても君は君だ。そんな呪い、君の強い意志さえあれば跳ね飛ばせるんだ。取ったぞ。きたね。超能力でボールが変化する直前にスピードが鈍ることが分かったんだ。ずっとチャンス狙ってさ。きたねえよ。お互い様だろ。どうした？ヒロミが、ヒロミが。ヒロミ、ヒロミ、ヒロミ。ここにいるんだ。出てこい、待とう。
我が子孫よ。さあ、その力を私に託すのだ。ヒロミを返せ。今日だぞ。共に我らが国を作るのだ。バトル。さすが我が子孫、そのエネルギーがあれば完璧だ。周作。周作、熱な許さん。俺らは国を作るのだ。私の人生は僕が決める。
誰にも指図はされない。そうか、超能力も消滅したか。うん、すっきりしたよ。これからは先祖の言いなりにならなくて済むしね。そうだよ、君の決めた人生だ。あ、俺、そろそろ。いいな、デートか。そんなんじゃありませんから。あ、ちょ、待ってよ、おい。いろいろありがとう、高山さん。僕もそんな相手が欲しいな。あ、そう。なら相手したでしょ、特別に。あれ、なんで？今日は私が休暇なの、おごってね。なんで僕が？すいません、ミルフィーユとグリーンサンデー、それからスペシャルカフェ、アーとココアね。ごちそうさま。あー、これも呪いだ。エアロバイパー出現、未来が変えられた。行けチームファルコン、時空を超えた運命との決戦へ。次回ウルトラマンガイア、いつか見た未来。